さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。アマゾン。はい、今回はアマゾンで激安の M.2SSD を購入したので、そちらを見ていきたいと思います。あれ、確かサムネはサムスンの990プロだった気が。もしこの動画が少しでも参考になったらぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃ早口。それでは行ってみましょう。ではまず最初にアメリカのアマゾンでの購入の仕方からお話ししていきます。普段皆さんが利用している amazon.co.jp は日本のアマゾンサイトになります。で、今回は amazon.com というページから購入をしていきます。この amazon.com は amazon グローバルというサービスに対応した100カ国以上に商品を送ることができる商品群があるので、それに対応した商品を個人輸入という形で購入することができます。日本では未発売のレアアイテムを購入したり、為替の影響を受けてアメリカからアマゾン輸入した方が安く買える商品もあります。ただし、アカウント作成ページからヘルプセンターなど、すべて英語でのやり取りとなりますので、利用されたい方は自己責任でご利用ください。で、今回はサムスン990プロが 41% オフの99ドルで販売をしていたので、グローバルショッピング料金も合わせて 111.48 ドルだったので試しに購入してみました。購入から到着まで2週間もかからず届きました。それでは早速開封をしていきましょう。なんかアマゾン普段使っているけどあまり見ない梱包ね。ですね。アメリカのアマゾンでは梱包の仕方が日本とは違う感じですね。ということでこちらが今回購入したサムスンの990プロになります。お、見た目もかっこいいわね。おそらく空輸だと思うのですが、多少箱が潰れているところもあるのですが、まあこのぐらいなら中身は問題ないでしょう。では続いて中身も見ていきましょう。このさ、990プロって結構高いやつなんじゃないの？そうですね。現在販売しているサムスンのゲーミング M.2SSD という部類の中で、一番上の性能のものになります。一番上？はい。では開封の方ですが、側面のシールを剥がすと横から開封できるようになります。いや、あんた一番上の性能って。そこら辺は後でちゃんと話しますから。いや、そうじゃなくて。ということで M.2SSD 本体が出てきました。外箱の中に、さらにプラスチック製のケースでしっかりと梱包されていますね。さすが一番上のものですね。何やらただならぬ気配を感じます。まあ確かになんか気配が違うわね。見た目はマットブラック塗装のプリント基板上に製品ラベルシールが貼られています。ラベルシールを剥がすと5年間の製品保証が無効になるリスクが高いため、別に M.2 ヒートシンクを取り付ける場合はシールを剥がさずにそのままの方が良いかと思います。編集時の時点で日本の最安が 16,711円です。先ほど私は99ドルで購入したと言ったのですが、編集時でさらに安い79ドルになっていました。79ドルっていくらよ？編集時点での計算になりますが、11,453円ぐらいですかね。ただ結局アメリカのアマゾン使用料で 11.49 ドル取られるので、合計で 90.49 ドルになります。つまり合計で、日本円で13,120円ぐらいですね。なので約3000円ぐらい安い計算になります。3000円か。あまり安さを感じないわね。これを購入したのが4月でその時は為替レートが1ドル130円前後だったため、その時はこちらの SSD の価格が14,500円ぐらいだったので今回購入してみました。まあ為替とか、商品の価格も随時変わってるしね。ちなみに今でこそ16,000円ぐらいですが、その時の価格が26,000円だったから今回購入したという経緯もあります。じゃあ買った時は1万円近く安かったの？そうなんです。編集するのが遅いからお得感がなくなったのね。確かに。シュラララ。それではスペックをご紹介していきましょう。インターフェースは PCIe4.0×4 で NVMe2.0。フォームファクターは片面実装となっております。コントローラーはサムスン独自設計のサムスンパスカル。難度メモリはサムスン176層 3DTLC 難度。DRAM キャッシュにサムスン製 LPDDR4 メモリ 1024MB を搭載しています。スペック表でいくと、シーケンシャル読み込み速度が 7450MB/秒。書き込み速度が 6900MB/秒。4KB ランダムアクセス読み込み速度が 1200KIOPS。4KB ランダムアクセス書き込み速度が 1550KIOPS。消費電力は最大 7.8W。アイドル時が 50mW。書き込み耐性が 600TB。平均故障間隔150万時間。保証期間が5年となっています。速度については後ほど実際に検証をしてみるとして。平均故障間隔が150万時間って一体何年かかるのよ。150万割る24が6万2500。6万2500を年間日数の365で割ると、約170年の計算になります。いや絶対そんな使わないし。ただあとは書き込み耐性の方ですね。600TB まで対応ということは、1日かなり多めに持って 50GB 使ったとすると、600TB を 0.05TB で割る。すると12000日となるので、それを年に直すと、
約33年で壊れることになります。さっきより減ったけど33年も使うの？絶対そんな使わないですね。片面実装の M.2SSD になるので、ノートパソコンなどでも使用可能です。こちらについているシールなんですが、先ほどもお伝えしましたが、剥がすと5年保証がなくなります。せっかくなので剥がしてみようと思ったのですが、このシールの粘着力が結構強く、簡単には剥がれなかったので、普通に使用する場合はそのままヒートシンクをつけるなどで十分です。ただ使っているうちに熱でシールが弱くなって剥がれてしまうなどもあるので、ご注意ください。それでは早速検証機に取り付けていきましょう。今回使うマザーボードは MSIMAG-Z690 トマホーク Wi-Fi になります。こちらのマザーボードは全部で4個の M.2SSD を搭載できるのですが、1、2、4は PCIe4.0×4、3は PCIe3.0×4 となっております。なので今回は、すでに Windows が入っている1に入れず、PCIe4.0×4 の2に入れていきたいと思います。差し込み方などは、一般的な M.2SSD と同じなので、斜めに入れて、カバーを閉めて止めていきたいと思います。ヒートシンクについている保護シールを忘れないように外しましょう。2のスロットを使ったことがなかったので、サーマルパッドがくっついてきます。こんな感じで取り外せたら元に戻していきます。残りの検証パーツはこちら。 CPU はインテルコア i9-13900K、 マザーボードは MSIMAG-Z690 トマホーク Wi-Fi、 メモリは G-SKILL DDR5-6000MHz 16GB×2、 メインストレージは MSIM482TB と、今回検証するサムスン990 Pro 1TB、 CPU クーラーはディープクール AK620、 電源は MSIMPGA850GF で、検証をやっていきたいと思います。シュラララということで、検証機を起動させてきました。新しいストレージあるあるなんですが、新品のストレージを増設して Windows を起動し、ストレージの確認をすると、ドライブが一つしかなく、新しい SSD の表示がありません。あれ、本当だ、一つしかないわね。で、この状態だとストレージとして使用することができません。ではどうやって使用できるようにするかというと、Windows の検索窓にディスクと打ちます。そうするとハードディスクパーティションの作成とフォーマットというのが出てくるので、こちらをクリック。こんな感じで Windows 上でまだ使用していないハードディスクが出てきます。MDR と GPT を選択するのですが、容量が 2TB 以上のディスクを利用したい場合は GPT、2TB 以下なら MDR で良いかと思います。今回は 1TB なので MDR を選択して、OK を押します。その次にディスク位置が2割当てになっているので、こちらを右クリック。新しいシンプルボリュームをクリック。あとは画面に従ってクリックをしていきます。するとこんな感じでボリューム D として認識されました。ここまで来ると、エクスプローラーからでも SSD にアクセスすることができます。こんな感じでボリューム D として表示されます。もちろん中身はまだ何も入っていません。ではまずはクリスタルディスクインフォを見てみましょう。総読み込み量や総書き込み量も 0GB で、電源投入回数が1回で使用時間も0時間なので、ちゃんと新品っぽいですね。アメリカの Amazon で購入したっていうのもありますが、ちゃんと新品かどうかは気になるところではありますね。で、こちらのサムスン990 Pro なんですが、一点注意しないといけないことがあります。注意？それがこちらのファームウェアになります。私のファームウェアは最新のモデルになっていたので問題なかったのですが、こちらのファームウェアが RAID29JXD7 だった場合、SSD の寿命を減らす呪われたファームウェアなので、もしこのファームウェアだった場合は、サムスンの公式ページからサムスンマジシャンというソフトをダウンロードして、ファームウェアのアップデートが必要となります。SSD の寿命が減るとか怖いわね。恐ろしいですよね。では続いてクリスタルディスクマークで速度の検証もしてみましょう。映像は10倍速で回しております。公式値では読み込みが 7450MB/s、書き込みが 6900MB/s となっているのですが、果たしてどのくらいの速度が出るのでしょうか。すでに読み込み速度が公式値より低い気がするけど。まあ環境によって変わるのでこのぐらいは。ということで結果はこのようになりました。書き込み速度は公式値に近い数字でしたが、読み込み速度は少し違いが出てしまいましたね。検証環境によってもこの辺は差が出てくるところではありますが、ちなみに最高温度は56度でした。このぐらいの温度ならヒートシンクだけで問題はなさそうですね。で、先ほどのファームウェアアップデートの時に出たサムスンマジシャンというソフトなんですが、こちらの方でもベンチマークを取ることができるんですよね。実際はこんな感じのベンチマークで、連続読み出しと書き込み、ランダム読み出しと書き込みを測定してくれるみたいです。だいたい2分ぐらいで終わるベンチマークでした。結果は連続読み出しが 7064MB/s、書き込みが 6762MB/s、ランダム読み出しが 1200439IOPS、書き込みが 1427734IOPS でした。こちらも連続読み込みは公式値より低いですが、それ以外は公式値に近い数字かなと思います。
先ほどのクリスタルディスクマークの結果と比べてもそこまで大きな差はありませんでした。さらにもう一つ990プロは、フルパフォーマンスモードにも対応しています。フルパフォーマンスモード？フルパフォーマンスモードとは、空き容量の一部最大 10% を活用して性能を最適化するシステムのことです。パソコンが再起動されるとフルパフォーマンスモードになるのですが、そうするとサムスンマジシャンが紫色に変わります。こちらにもフルパフォーマンスと書かれています。で、このフルパフォーマンスモードになると何が変わるの？このモードになると、サムスン990プロのランダムアクセス性能が大幅アップします。え、大幅アップ？こちら右側がフルパフォーマンスモード、左側がスタンダードモードの結果となります。ランダム読み込み速度が 77.64MB から 97.91MB とアップしており、書き込み速度も 266.26MB から 297.16MB とアップしています。ランダム読み込み等は起動を含めた OS の基本操作やアプリの起動、ウェブブラウジングなどに使用するので、このランダムアクセスの速度が上がるのはかなり良いかと思います。クリスタルディスクマーク検証時の最高温度ですが、先ほどのスタンダードモードよりも3度高い59度となりました。まあそれでも59度なら問題なく使用できるかなと思います。先ほどのサムスンマジシャンというソフトではそこまで差が出ませんでした。ダメじゃん。ということで今回は、アメリカのアマゾンで99ドルで購入した、サムスン990プロのご紹介でした。サムスンシリーズの中では最高峰の M.2SSD ですが、ただ現状これ以上にすごくて安い M.2SSD もたくさんあるので、サムスンファンだったら買いかなといった感じですかね。あと今回はアメリカからの購入なので、為替次第では買いやすいかなとも思います。ただアメリカのアマゾンでの購入なので、返品等が必要になった場合は全て英語でのやり取りとなるのでご注意ください。確かにそれは面倒くさいわね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねあれ、そういえばあんた、海外行ってなかった。え、お土産は？それではまた。ちょっと待ちなさーい。